Today's Animal World, our co-inhabitants will be presented in Japanese with subtitles in Arabic, Oraxes or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.素晴らしい皆様、ようこそ動物の世界、地球の仲間へ。本日の番組は2部シリーズの後半です。松沢哲郎博士と一緒にチンパンジーの知性と洗練された社会構造を探求してまいりましょう。松沢哲郎博士は日本の犬山市にある京都大学霊長類研究所の所長をされています。博士は野生チンパンジーの研究を30年以上も続けられており、チンパンジーの能力や技能について重要な発見をされています。博士は発見したことを多くの本や論文に発表してきました。チンパンジーに関する重要な研究により、松沢博士は1991年に秩父宮記念学術賞、2001年にジェーン・グドール賞、2004年には内閣府より紫綬褒章を授与されています。松沢博士は2匹のチンパンジー愛と息子の歩に幅広い実験をしながら彼らの知性を研究してきました。大きくは2つの課題をお見せしました。1つはチンパンジーが数字、アラビア数字というのを理解しています。1、2、3、4、5、6、7、8、9、1から9までを最初、教えたんですけれども、今は1から19までを教えようということで、今日は確か13ぐらいまでやってるところ、それから、時々18とか19っていう数字も出てくる。今だから1から19までかなりできるようになった愛と歩の様子をお見せしたと思います。で、その数字を使った研究のハイライトは記憶の研究です。数字の記憶となると、人とチンパンジーでは記憶力が良いのはどちらでしょうか。人間の目でコンピューター画面の数字を読み取るには十分ではない時間であっても、チンパンジーはすぐに数字を記憶して、人間よりもずっと正確にどの場所に数字があったかを記憶できます。チンパンジーの方が人間よりも優れた記憶力を持っているということが我々の研究から分かりました。具体的にはコンピューターの画面に7つ数字が出てきます。例えば 1、2、4、5、7、8、9 というように3と6がこう飛んでる、何か2つ数字が飛んでる1から9までの数字を見せて、一番小さな数字、例えば1に触ると、他の6つが全部白い四角形に置き換わります。結構難しいんですよね。それをだいたい歩は問題くださいと言ってから最初の1を触るまで 0.6 秒ぐらいですから、 0.6 秒の間だけ出ている数字をその一瞬で記憶して、どの数字がどの場所にあったか覚えているわけです。で、今日皆さんの前でお見せしたんで、チンパンジーが大変優れた記憶能力を持っているということは実感していただけたんじゃないでしょうか。多分この研究が世界で初めて、チンパンジーの子どもの方が人間の大人よりも優れた記憶能力を持っているということを客観的に科学的に証明した最初の例だと思います。チンパンジーは数字の理解に加えて文字の読み方もよく学習できることに博士は気づきました。もう一つお見せしたのは、愛と歩が色と漢字の勉強をしているところでした。
これは赤なら赤という色を見て、10個の漢字の中から赤という字を選ぶ。逆に青なら青という、字を見て、その字が表すところの色を、10色の中から選び出す。これもコンピューターの課題ですけれども、そういった色を文字で表現したり、文字を読み解いてその意味を理解したり、そういうことがチンパンジーにできる、学ぶことができるということを示しました。松澤博士は長年にわたってチンパンジーと一緒に過ごし、こうして愛情深いこの動物に対して深い愛を育んできました。博士は彼らに考えを伝え、彼らからの返事も解釈することができます。2つのやり方でコミュニケーションしてます。それはチンパンジーの部屋に入った時に、人間のやり方でチンパンジーに話しかける。例えば Sit Open your mouth というような形で声に出したり、身振りサインを使って、日本語の手話を使うこともあるし、そのアメリカの手話を使うこともあります。さらにはこのスポークンランゲージでスピーチでもって、だからトータルなコミュニケーションで、でも全部人間のやり方ですよね。指し示したり、身振りを使ったり、声に出してこちらの意図を向こうに伝える。それからもう一つは、そのチンパンジーがチンパンジーの表情や発声があります。だからという声を出して、こちらの喜びを伝えたり、あるいはというような多いっていう声なんですけれども、これはちょうど外で騒ぎがあったんで、外のチンパンジーに対して声を出すと愛が昇華してました。そういうふうにチンパンジーのやり方でもって僕がチンパンジーになる、自分自身がチンパンジーになりきることでチンパンジーとコミュニケーションすることがあります。まとめて言えば、人間のやり方でチンパンジーとコミュニケーションすることもあるし、チンパンジーのやり方で私がチンパンジーになってやり取りをすることもある。で、親しい関係を紡ぎ出すとしたら、そういう日々を積み重ねるしかないですよね。毎日チンパンジーと会って、そういう日を1ヶ月、1年、10年、30年続けていくと、それはおのずから親しくなるんじゃないでしょうか。利発なチンパンジーは極めて社交的で愛情深い動物であり、家族と友達を心から大切にします。チンパンジーは父系社会にもかかわらず、母と子の関係が大変密接であり、気遣いや同情といった深い情緒がはっきりと研究者には見て取れます。その中で一番心に残ることの一つは、お母さんと子供の結びつきが非常に強いということですね。子育てで言えば、お母さんは一人の子供を5、6歳になるまでしっかり育てて、そして次の子供にかかる。ですから、親子の間の絆っていうのは非常に強いものがあると思います。で、チンパンジーのお母さんって自分の子供を決して叱らないんですよ。叱らないし、叩かないし、邪険にしないし、無視しない。逆にそんなことされたら子供生きていけないですよね。で、その安心してお母さんに寄り添えるっていうことをベースにして、子供は徐々にお母さんから離れて、他の群れの仲間たちと親しくなっていく。そういう外の世界を探索するための安全基地、それが母親の役割、それがチンパンジーの親子の姿だし、愛情だと思いますね。それは優れて、美しいことだと思います。多くの霊的な教えでは、今この瞬間に生き、
心配事や不幸せの火種となりうる過去や未来にとらわれないことが最善だとされています。松澤博士は研究からチンパンジーが極めて難しい状況でもそれにすぐさま順応し現在に集中した姿勢を持ち続けられることを発見しました。たとえ健やかな時もやめる時も何も変わらないってことだと思います。それは確かに病気だから苦しいこともあるだろうし、寝たきりになったチンパンジーがいるんですけれども、体重は減っていくしひどい床ずれでこう体の向き変えられないですから、とても自分じゃ耐えられないなという様子でしたけれども、そのチンパンジーは特に気がめいったっていう様子はなかったですね。いたずら好きな子だったからこう口に水を含んでピュッとこう吐きかけたりして、いたずらのところは何も変わらなかったです。そういう意味でチンパンジーは間違いなく明日のことを憂えてないんだと思います。まして1週間先のことやこの先人生どうなるんだろうという考え方はしてなくて、今今日ここに生きているっていうことをただ大事にしている、そんな人たちなんじゃないかなと思います。チンパンジーという生き物がそういう生き物で、チンパンジー絶望しないですよ、なぜなら今ここを生きてるだけですから。残念ながら近年人間の行動が及ぼす危害により劇的にチンパンジーの個体数は減少し絶滅危惧種となっています。多分その100年ぐらい前はアフリカ中に少なくとも100万人ぐらいチンパンジーがいたと思われています。生息密度、どれぐらいの広さがあると何人ぐらいチンパンジーがいるかっていう統計的な資料と、どれぐらい森が残っているかという資料から100万人という数が出てきたんですけど、ご存知のように一番の問題は住処である森がどんどん失われてます。それによって住める場所がどんどん小さくなって、今はだいたい20万人ぐらいしかいません。一番大きな問題は森が小さくなってる、一つは木を切っちゃうわけですよね。紙として利用するために材木を切り出す、もう一つは人口の増大に伴って焼き畑農業とかがあって、森を切り開いて、農地にする。どちらにしろその森林減少という意味ではこれが一番大きな問題ですね。で、2番目の問題は密猟です。チンパンジーに限らないんですけれども、アフリカの熱帯林の中で、暮らす人々が、動物を鉄砲で撃って食べます。で、3番目が病気です。そうすると例えばポリオ、エボラ、エイズ、こういった病気はそれぞれの感染経路を通じて人とチンパンジーでは共有されます。そうすると人間の病気がチンパンジーに移ってチンパンジーが死ぬということがあります。で、まとめると森林伐採、それから密猟、そして病気、全部人間の活動のために野生のチンパンジーの数が減ってます。この絶滅していく霊長類を救う手助けをしようと、松澤博士はご自身の研究が人々の心情を変え、感覚ある生き物は皆家族なので当然保護するべきだという認識を人類が持てるように切実に望んでいます。人間と動物っていう二分法をやめましょうってことだと思います。人間は植物じゃないですから、人間は動物なのは自明ですよね。人間という特別な動物がいるわけじゃなくて、みんな同じ動物の一種で、それぞれの動物はそれぞれ違った生活をしてます。21世紀になって全ての生き物は ATGC アデニンチミングアニンシトシンという4つの塩基から構成される全遺伝情報で出来上がってるということが分かるようになった21世紀ですから、
たかだか10年ですよね。すっごく研究者科学者も驚いたのが、なんと稲の遺伝子の4割は人間の遺伝子と同じな、人間だからといって特別遺伝子の数が多いわけじゃないし、人間だからといって、遺伝子が何か複雑ってことは全然ない。まるっきり他の生き物、チンパンジーとすごくよく似てるし、稲とさえよく似ている。だからそういうその命のつながりの実態、科学的な基礎っていうのがよくわかるようになって数年、我々はみんな同じ生き物だ、同じ人間なんだ。で、人間についてそういう理解があるのと同じように、生き物自体もそれぞれがつながっていて、人間中心の世界観から離れて生き物を理解するっていうのが、多分このチンパンジー研究から、発せられる一番重要なメッセージです。松沢哲郎教授、人間とチンパンジーの間には多くの根本的な類似点があることを世界に示してくださり、深く感謝しています。同じ霊長類の親類であるチンパンジーが高い知性を持っているということを人間が認識し、彼らの命だけでなく地上の他の素晴らしい動物すべての命を本当に一日も早く尊重するよう祈ります。松沢博士についての詳しい情報はどうぞこちらまで、 www.pri.kyoto-u.ac.jp。 平和を愛する皆様、本日の動物の世界、地球の仲間にお付き合いいただきありがとうございました。注目すべきニュースの後は啓発のエンターテインメントをお楽しみください。高潔で慈悲深い人生でありますように。 Peaceful viewers, we enjoyed your company today on Animal World, our co-inhabitants. Coming up next is enlightening entertainment after noteworthy news. May your life be blessed by nobility and kindness. For more details, please visit www.suprememastertv.com/aw.